ニコナナチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。佐藤まさみの目指せパチスロいい女のお時間でございます。さあ、なんとですね、ついに第3回目の目標達成におけるご褒美が決定いたしました。これはですね、私のこれがしたいっていうのをちょっと聞いてもらって、それが何かというと、お肉いっぱい食べる。ただですよ、これ私が嬉しいだけじゃないですか。まあ、一部のそのマニアな方は私が食べてる動画を見て喜ぶ人もいると思うんです。デュヘヘヘ、お肉を食ってやがろうぜみたいないると思うんですけど、そういう方は多分少数だと思うので、そんな皆様にも朗報です。なんと5名の方にお肉をお届けします。じゃって私が行くわけじゃないんですけど、ざってなんか何か瓶で届くので、ぜひですね、第3回の目標7777いいねに向けて、この動画そして別の動画もですね、いいねをしていただけたらと思います。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、ようこそカフェいい女へということで始まりました、女優佐藤まさみの目指せパチスロいい女のお時間でございます。この番組はですね、私佐藤まさみがいい女優いい女になるべく皆様からのいいねをいただくために奮闘する番組となっております。いい女優ということで毎回テーマに沿った衣装を着てるんですけども、今回はカフェ店員でございます。ちょっとね、どっちかっていうと、ラフでオシャンティーな感じの寄りの方のカフェ店員さんをちょっとイメージしてみました。いかがでしょうか。前回ですね、ここに来た時に、山ガールというもう死ぬほどダサい格好をしたんですよ。それが嫌すぎてちょっと今日はシュッとさせたいなと思ったんですけど、ここが見えてなければこの人こういう格好なんじゃないかって結局思われるんじゃないかっていう恐怖と今戦っております。ぜひですね、いいねとチャンネル登録で応援していただけたらと思います。ではカフェいい女開店です。行ってきますでは本日カフェいい女が、ご紹介するこちらでございます。コーナギアスルルー反撃のルルーシャー R2、まあ、なぜこの台になったかというと、いろいろあるんですけれども、まずね、まあ、お客さんが多くて、入場 の, そのオンライン負けた、まず一つで、結構人気なところのやつはもう全部埋まってたので、まあ、どこにしようかなって考えたときにですね、もう本当バカみたいなこと言っていいですか、光って見えたってただほぼ打たないんですよ。前回打ったのが多分去年の夏だったかなに打ったきり、全然詳しくないんですけれど、まあ、とりあえず移動良さそうな移動できる台かで、ね、今のところ見当たらないので、とりあえずこれで頑張ります。チャンスだ。あ、危ない。あ、これか。おい、いやー、おい意外にあっさりいった。 OK、 120ゲーム投資がですね5000円。僕は負けない。僕は負けない。なんかのセリフみたい、まあ、なんかのセリフですけど OK。 さあ、めっちゃ久しぶりです。ちょっと打ち方を
よいしょ。文化祭。狙うの違うんだ。おい、赤色。はい。これや。入ってる？おお、早い。30ゲーム、星は50のままですね。変わらず。変わらずあり、あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、行くぞ、あれ、よくバラす、早くバトルピース集めたいな、近っ、だいたいそう、あら、忘れちゃいない、うー、突然して、おい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 、はい、リベリオンアタック、あー、もうそ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 う、こんなんだった、こんなんだった、今こっちですね、あ、早くない、あ、すごい敵軍、え、すごい3回やれる、あー、あなた、まあいいよ、しょうがない、仲間を信じる、こっち、あー、よし、ダメ、オーマイガー、まだ時ではない、あー、はい、ファイナルだ、だーれ、弱す、まあ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 、そんな最初からうまくはいかない、あ、でもあれしてみたいな、日本酒飲み比べとか、私日本酒がお酒の中で一番好きなんですよ、あんま外で飲まないとか、普段はねあんま飲まないですけど、応援してくれてる方々にも褒美になるものに、応援してくれてる方、でも泥酔動画、泥酔しないな、え、ワンチャンその泥酔動画でちょっと色っぽく見えるかなと思ったんですけど、私お酒の失敗人生で何回かあるんですけど、全部流血事件になってたんで、ちょっとダメですね、コンプラ的に目の注意ですわ、まあ一つはそのベッドだと思って飛び込んだったら、こう息がずっしりしてるさっぱらで枝が刺さるみたいな、でもう一個はその親と飲みに行って、親とだったからね、ちょっと気持ちがこうね緩んでたのかな、多分本当日本酒2杯ぐらいで酔って、なんか20段ぐらいやる階段を最初の2段目でズドドドドってのそのままこのジャッキーチェーンよりもジャッキーチェーンな感じで落ちるっていうで、ちでしたんでちょっとダメですね、うん、2回目のデビリオンアタック、ちょっとこれで決めたいですね、早めに、あれ、この攻撃逃すまい、おー、よいしょ、2人、よいよ、おー、チャンスが取れる、いやー、お願い、ここで決めたいです、半月ラーカンの陣、強いと思う、イメージですよ、私も半月ラーカンが何か分かんないですけど、おそらくですね、こう半月の状態で向かっていくんじゃないかろうか、その
半月楽観、半月楽観、半月楽観。いいよ、やる気出してる。やっぱ、じゃあ半月ですから。いいよ。誰、うん、いい、大丈夫、大丈夫。よし、ダブルアタック、おう。はい。来た。よね。しゃ、お。え。当たったとこですかね。ピアスバースト。待って、私。ギアスバーストはバトルピース合格状態の可能性あり。なるほど。オッケー、オッケーよ。この音気持ちいいですね、やっぱこの台。ほい。お願い。オッケー。はい、はい、はい。よしよしよし。二つ。手探り。このまま最後まで続けばもう今日はもう安泰ですね。安泰どころか、このままこのまま行きたい。去年あのね、パチスロ必勝本の三原明ちゃんと松屋さんに行った時にこの台良さそうよって言って、その時座った以来ですね。よいしょ。その時は4000万円くらいってたんですよ。さっさと、さっさと、お願いよ。さっさと、はい、ボリューム。ちょっと、バトルピース鬼ほど欲しい。バトルピース鬼ほどください。オッケー、オッケー、オッケー。もう本当、もうびっくりするぐらい、びっくりするぐらい。鬼のように。チャンス。お願いします。あー、ユー。ユーは破壊力ないのね。力が足りなかったかな。人の良さが出ちゃったかな。よいしょ。さあ、引こう。あー、やる気でしたよ、みんな。あ、お願いします、お願い。あー、ゆうか、朝だけど、もう目覚ましてみんな。いやほす。いやいや、あ、そこか。せーの。あ、うん。うん。しょぼい。いやだ。いやだ。この台ヤバそうみたいなのはないけど。はい、どうも。おいしょ、スイカだったやつ。
あれ、セカンドですか。カーメグラ。スイカップ。スイカ。スイカ。スイカでした。スイカップって絞れた豊かになっちゃった私が。さあ、なんかの銭を出して、なんかの頼む。誰、うん、もっといかしか、終わったな。当たって ARD 入ったらいらっしゃいませか。どうぞごゆっくり、どうぞごゆっくりおくつろぎくださいって言って、できるだけ ARD に滞在してもらえるよう気を使う、最新の注意を払っていいおもてなしをしてギア集めというこのプランかな。おお、プッシュボタンを押す。よいしょ。プッシュボタン。おい、おい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 。楽しい、そういう演出最高です。はい。プッシュボタンを押す。あ、やったー、楽しい。バカみたいな喜び方。嬉しいものは素直に喜ぶ。ああ。これ。モチベテルのままで大丈夫でしたね。ビッグボーナス。ゲーム数132回転。ハイパービッグボーナス。カフェいい女の売り。やっぱいい女って言ってますから、基本的に美容にいいものが揃ってるんです。やっぱ男性もやっぱ気になると思うんですよね。女性だけじゃないと思うので、基本的に全てにコラーゲンが入ってます。頼まれてなくても。コラーゲンたっぷり。で、まあ、だからそれかな、コラーゲンドリンクかな、もうデロッデロの。でももちろんインスタ映えするんですよ、そのデロデロのコラーゲンドリンクは。今話題のいい花カフェに行ってきた。やっぱここのコラーゲンドリンクすごい良かったみたいな感じで上がるんです、ハッシュタグ。これで私もハッシュタグいい女みたいな。あとはでもお値段はちょっと高めですね。やっぱコラーゲンドリップ2200円ぐらい。肩は飲んだら2日間くらいプルプルなんで、足が綺麗な女の子か、あと胸が大きい子入れとけば、それはそれでお顔関係なく人気出ると思うんですよ。だから足が綺麗な店員さんには短パン履かせれます、ショーパンで。胸が大きい子やシャツちょっとこうちっちゃめで、そういうのもこうやっていこうと思います。ちょっとボーイッシュな女性も入れたいですね。やっぱ女の子人気も考えて、そっちの女の子人気も考えてですよ。お待たせしました。でも今更ですけど、カフェいい女ってダサくないですか。流行るかな。しかもいい女のいいがカタカナでしょ。流行るかな。今回はそれがいつかっていう。
ましょう。よし、69ゲーム。僕は負けない。 A タイプか。繁盛店にするための出資金です。2枚目ゆきちさん、うん、いいあれずっと、はあ、わさびをもう溶くところから、うちのまかないのね、まかないがゴーサー、このぐらい、ご飯の量がわかんないから、うん、美味しいね、ネギトロ丼、癒される。わさびをこっちにつける、そしてちょっとつけて、いきますよ、いける。よし、それは何、おい、おい、与えろ、もらったでしょ、これはもらっといて、よし、よしよしよし、やっぱご飯食べると調子がいい、欲しい、16プッシュでゲームス423回転。こんな ART 遠いですって、私のせい、こんな地獄の展開、潰れちまうよ。まあでも、あ、逆転の発想で言えばよく続いてますよ、うちの店は。こんな細々と、本当に本当に細々と、もうね、まあ3枚目ですよ、まあ、開業資金としては安いかもしれないですけれども、繁盛しなかったら意味ないんで、言わせたい気持ちはあるんですよ、こいつはね。でもね、言わない気もしてるの。なんか繰り返しつくんだよな、まだな。3時、3時よし、番長3いきます。あら、くくったぜ。2代目ですね、まあ、今日でいうと3代目なんですけど、もともと盤上3で揃いたかった台出てた、とてもね、なんか調子良さそうな台で、まあ、一撃で前前任者の方がグイッと出したのかもしれないですけども、何人でも今すがれるものはすがりたいので、良さそうというものに、もうね、恐れるものはないです。4枚目、心に決めた時のね、腹のくくり方。誰？ノーモアバドミントン。こんな野郎。クイーン行けばいい。攻めて取った。いいや、攻めて取った。だだだだ、早っ。攻めて中対決。ただ次いペルです。からの特攻で、ベルよ、ベルさん、早く出ておいで、私の元にベルさん出ておいで、まさか
こんな未来が待っていようとは、なんとそんなことになると思ってなかった。5枚目です。もう一個、もう一個ください。足りない足りない、全然足りない。そう、引っ張って、うーそー、ここにかけるしかない。何、234、お願いお願いお願い、鬼ほど鬼ほどベル来て、鬼ほど、お願いお願いお願い、いいじゃないこれ。あ、MB でもない。で、で、で、マジで。なんと閉店いたしました。ということでですね、カフェイオナーの結果を発表させていただきます。投資2209枚、回収0枚ということでですね、まあ回収がないこと自体はいいんですよ。もうそんなことはいいんです。何があってね、見せ場がね全くなかった。売りがない、そのお店としても動画としてもここだっていうところがない。もう何もやらなかったですね。いやー、まさかちょっと10月が調子が良かったんですよ、プライベートも含めて。調子乗ってた。うん、すぐ調子乗る。今日はお財布余裕があるから ATM 行かなくていいぞみたいな甘い気持ちじゃなく、まあ、常に二行き地しかないぐらいの気持ちでこれから打っていかなきゃいけないなっていう気持ちになりました。もっと頑張れよもの気持ちも込めてもいいですし、よく頑張ったねの気持ちも込めていいですし、人ってそうだよね、波あるよねとかでもいいですし、分かる分かる、弾けないときは弾けないよねっていう気持ちでもいいので、ぜひですね、ここでも言います、あ、いいねを押して、やっぱね、ぜひいいねを押していただけたらと思います。まあ、いかんせんちょっとカフェいい女は潰れてしまったんですけど、ただまあ一生懸命ね開業したことに変わりはないので、これはこれで結果として受け止めて新しいビジネスを始めようと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回この悔しさをバネに頑張ろうと思いますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。ではよろしくお願いします。あ、長い間お世話になりました。閉店ありがとうございました。